換気上がったらもう二度と降りらんわね。次は交通本町です。交通本町終点交通の順に止まります。ここでご挨拶を申し上げます。車掌の岸野でございます。三高線全線開通からおよそ43です。開業から数えますと88点という月が流れましたが、この折り越しももうすぐ幕が降りようとしています。今日も全線各地ではたくさんの皆様が列車に手を振ってお見送りをしてくださいました。本当に地域の皆様に三高線が愛されていたんだなと、地域の皆様のお役に立てたんだなということを実感いたしました。とても嬉しく誇りに思っております。また三高線廃止を受けまして、全国各地から皆さん三高線を訪ねてくださいました。車内は連日たくさんのお客様で賑わいました。皆様それぞれに思い出を作っていただけたのではないかと思っています。もう間もなく列車の運行は終了いたしますが、これからも皆様の思い出の中で、これからも三高線走り続けてくれることだと思っています。今日まで三高線をご利用くださいまして誠にありがとうございました。またのご利用と申し上げることはできませんが、どうぞこれからも三高線を忘れないでいただきたいとお願い申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。どうぞ。さっきの写真、座って横浜かって思った。